これなんですね。あとこれとこれと5足、6足、6足ですね。で今回捨てるのはこれですね。もうだいぶここ穴が開き始めてるのでこれが捨ててしまいます。あとね、このちょっとおしゃれなサンダル、これももう処分します。これはこの間30分ぐらい履いたら小指の皮が抜けたのでやっぱりダメでした。このサンダル、このサンダルがタイに行った時に買ったサンダルなんですけど、めっちゃ履きやすくて夏のサンダルにはもうもってこいなんですね。これはね、もうダーチョンお気に入りなので捨てません。履こうと思います。これもメルカリにしばらく出してたんですが売れません。処分ですかね。とりあえず私の靴3足です。あと今履いてるこのスノーマンの、スノーマンシリーズのプーマの靴、これもねすごい履きやすくて気に入ってます。これは外に出しておきます。あとはね、娘のなので選んでもらいます。
いつも動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それでは。